おはようございます。よくいらっしゃいました。今日は岡村さんの洗礼式ということで、岡村さんのご親族、お友達、また昨年ちょうど1年前ですね、亡くなられたご主人の、お友達も大勢この礼拝に参加してくださいまして、ありがとうございます。今日はこの後ご主人の、お墓の方に、行かれるということで、もうお伺いしております。先ほども素晴らしい証しをしてくださいました。本当に神様の導きというものは、不思議なもので、いろんなところを通ってですね、神はご自分に近く私たちを導いてくださっているのだと思います。さて今日はですね、ちょっと変わったタイトルでお話をいたします。アメノミクスという、テーマですね。アメノミクスとは一体何かという、最近NHK の朝の連続テレビ小説アマちゃんという、岩手県の、震災にあった久慈市というところですかね、モデルになっているのは北の方の、海沿いの町をモデルにした、海女さんのね話で、なんかあの辺りが大変観光客が増えて経済効果が出ているということで、アマノミクスというそうですね。そのなんか経済効果が出るとなんとかのミクスと、いうそうですね。でもともとこの後でもお話しますが、アベノミクスというこの、安倍首相が考案したというか、推進しておられるこの経済政策、アメリカのレーガン大統領が、レーガノミクスというですね、経済政策をやった、それに、あやかったというか、それをもじって、名前を付けたそうでありますけれども、今日はアベノミクスではなくてアメノミクスのお話をしたいと思います。ではこのアメとは何かということは後でお話をしますが、聖書を有名な箇所ですね、マタイによる福音書の6章25節から34節を、少し長いですけれどもお読みしたいと思います。こちらの方に映っておりますので、ご覧になってください。イエス・キリストの三条の水訓と言われるキリストのお話、説教の一節であります。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも着飾ってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方にはなおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ。だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日自らが思い悩む。その日の労苦はその日だけで十分である。アメン。アベノミクスという
まあ、言葉はよく聞くんですけども、私もあんまり、ニュースなんかでチラチラ聞くだけで、その中身についてよく知らなかったので、あんまりよく知らないでこういう話をしてはいかんと思いまして、アベノミクスについても少し勉強いたしました。はい皆さんの方がよっぽど詳しい方いらっしゃると思うんですけども、まあ、これはインターネットにちゃんと書いてあったものなので嘘はないと思うんですけれども、まあ、2度目の首相になりました返り咲いたといいますかね、安倍晋三首相が推し進める経済政策ですね、安倍晋三の安倍と、エコノミクス経済論というんでしょうか、経済政策、これを足して2で割った言葉ですね、でこのアベノミクスには3本の矢の政策というのがあるそうです。3本の矢というとサンフレッチャという感じですが、山口の人ですからね、もともと3本の矢はこの広島の、お話ですから使っていただいたのかもしれませんけれども、その3本の矢の政策というのは、まず大胆な金融政策と、日銀を中心とした、まあ、これはお金を借りやすくする、あるいは、国債を買って、日銀が買って、まあ、民間の銀行を少し身軽にする、そういうようなことで、お金が潤沢に出回るようにする政策だそうです。それから、まあ、これはつまり銀行に関する政策ですね。もう一つの矢は、機動的な財政政策ということだそうです。まあ、政府がこのお金に関する政策については、機動的に動くと。機動というと、まあ、身軽にというか、あまり、ジグジグしないでやるときはやるみたいな、もうとっととやるみたいな、そういうことのようですね。経済政策については政府は軽く動きますよと、前みたいにああだこうだ言ってる間に、世界が進んでしまうみたいなことがないと、もう必要な時に必要な政策を打ちますよということのようです。そして3本目の矢は、民間投資を喚起する成長戦略と、これは、まあ、民間の企業ですね、企業が、特にこの設備投資というか、まあ、投資をして、まあ、将来に向かってお金を使っていく、回していく、それをこう政策的に喚起していくということで、まあ、これが三本の矢の政策だそうです。はい、まあ、皆さんの方がもしかしたらご存知かもしれませんが、で個別にはですね、この、まあ、この三本の政策に基づいて 2% のインフレを目標にすると。2% のインフレっていうとちょっとよくわからないんですけどね、まあ、私なりに考えるとインフレが進むということ、それで貨幣価値が下がるということでしょうかね。まあ僕は子どもの頃は結構インフレが進んでましたね。であの頃から比べるとお金の価値が下がりましたよね。昔は100円にはもっと価値があったと思うんですけど、今はあんまり100円に価値がないですよね。そういうことをこうどんどん進めていくと、まあ、結果的にその多分借金が減っていくと、目減りするということなんじゃないかと思うんですが、それからこの円高を是正すると、これは見事に当たってますね。かつてその1円70円台、70円台です、今90円とか一時100円超えましてね、またちょっと下がってますけれども、まあ、円高を是正するということは、まあ、特にそのドルに対してということでしょうか、かつては1ドル70円ぐらいですよね。で今はまあ100円ぐらいだとすると、例えば1万ドルの車をアメリカで売ると、前は1ドル70円だったですから、1万ドルの車が売れると70万円儲けになったわけですね。儲けっていうか、まあ70万円入ってきた。でも1ドル100円の時代になると、1万ドルの車を売ると 100万円入ってくる。その30万円の差ですね。この円高が是正されて円安になると、特に輸出する企業、まあ、広島にも、まあ、マツダがありますけどもね、この輸出関連の企業にとっては、円安になった方が儲けが増えるということで、
あります。それから無制限の量的緩和ということで、まあ、これも銀行に関係のあることでだそうですけれども、これは私もいくつか読んだんですがよく分かりませんでした。なんかもうその利子をとにかく貸す利子を極限まで減らすと、でもそれでも借りないときにもっと借りやすくするみたいなことが書いてあったんですけども、なんか書類を減らすんかなとか、ハンコの数を減らすんかなとか思ったんですけど、まあ、とにかくなんか、お金を借りやすくすると、それを無制限にやるということのようで、まあ、私はあんまりよく分かってないので詳しい方にあと教えていただければと思いますが、それから大規模な公共投資、国土強靭化というふうに書いてありましたね。まあ、かつてのように道路を作ったり橋を作ったりトンネルを掘ったりして公共事業にお金を費やしていくというようなことで、結局はこの経済成長によって、まあ、国の赤字を減らしていく、経済を成長させて、まあ、我々の懐を豊かにし、そして国の懐を豊かにして最終的には国の赤字を減らしていくということのようですね。まあ、これがアベノミクスであります。で、うまくいってるところもあれば、株価も一回えらい上がりましたけどね、またちょっと下がってますから、なんかえらい上がりそうな時にいっぱい株を買って下がっちゃって、なんか1兆何千万円損が出てるっていうふうに言ってましたけどね、相当お金が余ってるんですかね。まあそうやってなんとかこの日本の政府、安倍晋三首相を中心として、こう日本の経済を成長させて、そしてこの赤字を減らそうという、もうこの政策そのものが間違ってるとか、これは変だとかいうようなことを経済政策として私はとやかく言うような資格は全くありません。経済については門外漢ですから、何も知らないので。ただこのアベノミクスのこの、基本になっているものの考え方に対して、私はちょっとどうかなと思ってるんですね。それは何かというと、この成長するということが全てがうまくいくための基本原則だという考え方です。成長しなきゃいけない、つまりこの右肩上がりと言いますけれども、右肩上がりになっていかなきゃいけないんだと。だから経済成長するんだ、GDP がこの増えるんだと、いうことですね。だからもうしばしばテレビなんかでもこの成長成長経済成長という言葉が語られますね。皆さんもよく耳にされると思うんですけども、果たしてじゃあその成長し続けていくということが必要なのかどうか、成長し続けていかなければこの国の人たちは幸せじゃないのか、成長し続けなければ何事もうまくいかないのかということに私は疑問を感じたわけです。もし成長しなければ国が成り立たない、成長しなければ国の赤字が増えてしまう、成長しなければみんなが幸せにならないんだとするとですね、永久に成長しなきゃいけないです。そんなことはありえないですよね。永久に成長するということはありえないですね。必ずその成長したら、まあ、経済は成長すれば必ずその後退する、まあ、経済成長というのは要するに使うお金が増えることだそうですけども、要するにみんなの使うお金が増えていく。でも日本の国民はどんどん減ってきますよね、今から、皆さんもご存知のように、もう去年も生まれる子どもがすごく少なくて、でこれから何十年かすると国民の数はどんどん減っていくんですよね。そうすると一人当たり使うお金は増えていくということですよ。国民は減るけど使うお金が増える、みんなこんなでっかい財布持って買い物、そんなことじゃないでしょうけど、でも経済成長って分かりやすくそういうことなんですよ。みんなが使うお金が増えていくと。でも皆さん、まあ例えばこの御嶽本町見回していただいたらですね、空き家がいっぱいあるんですよ、高度成長時代に一坪100万円ぐらいでみんな土地を買って家を建ててですね、でももう坂道が多いから住まないやってですね、もう誰かに、買ってくれって言って、平らなところに引っ越して、空き家だらけですこの辺、だからもうお金とか、かつてはその家を買いたいとか車を持ちたいとか
なんかあれが欲しいとか、お金の使い道がいっぱいあったんですけど、今お金の使い道本当ないですよね。あんまりない。で、お金の使い道がないから、お金が増えることにお金を使うわけじゃないですか。で、なんか詐欺だとかね、この間もなんか牛肉詐欺っていうんですか、牛肉詐欺って正しくないですかね、なんか肉牛詐欺っていうんですかね、肉牛をに投資したら何パーセントで返ってくるみたいなね、完全な詐欺ですよねあれはね。でもお金持ってるのにさらにそのお金を増やすということでしかもうお金が使えなくなっちゃってる。だから経済成長って言ってるけど、使い道ないのになぁと思う。私が一番それを心配するんですけども、でそもそもですね、全ての生き物というのは成長した後に今度は成熟するんですね。これがこの世界のルールです。植物は種が芽を出して、茎が伸びて葉が出て、花が咲いて実になって枯れるんですね。成長したら必ず成熟して終わるんです。人間もそうですよ。大体二十歳ぐらいがピークですよね。はい。そうですよね。その後も大きくなったら大体病気じゃないですか。で、そこからもう落ちる一方ですよね。必死でそう落ちないように、老けないように、抜けないように、シワにならないように頑張りますけど、まあダメですよね。でも、成長はそこまでいったら、その後人間はどうするんですか？中身ですよね、今度はね。もう外はいいから、今度は中身が成熟していかなきゃいけない。人格的に人間として豊かな人格を持ち、この人間として成長していかなきゃいけないわけじゃないですか。これが自然のルールだと思うんですね。しかし、どうもこの経済ということにおいては、成長、成長、成長なんですよ。でも私は、もう十分この国の人たちが生きていくために必要なお金はもう手に入れてると思うんですね。うちにはないという人がまあいるかもしれませんが、でも今日一日食べる分には誰も困ってないです。まあこんなこと言って怒られますけど、ホームレスの人でもスマホを持ってますから。はあっていう感じですけどね。事実なんですこれは。どうやって手に入れるのかなと思うんですけど、本当にもう飢えで死ぬ人はまあなくはないですけど少ないですよね。まあ本当にお金が有り余っている。でも有り余ってお金をどう増やすかっていう考えはもうやめて、有り余ったお金をどう使うか、いや限られたお金でもうこれ以上増えはしないお金でどう幸せに生きていくかということを考えることが次のステップだと思うんですよ。それが成熟だと思うんです。でもそんなこと言ったらこの国の借金どうするんですか先生とか、それは聞かないでください。私にそれは私の考えていることじゃないのでそういうことじゃなくて、成長しなければならないと思い込まされているところに私は非常に大きな問題があると思ってるんですね。もう十分に成長したんだから、これからは国として人として成熟していくことをみんなで考えていこう。十分に有り余るものがあるんだから、ね、これをどう上手に使っていくかということを考えていく時代になってるんじゃないかなと思うんです。で、まあ、私はカウンセリングの仕事をしているんですけども、いろいろ心の病気の方と関わることが多いんですが、この十何年間の間にですね、このうつ病になる方が非常に増えてるんですね。皆さんもご存知だと思いますし、あるいはうつ病になってしまったという方もあるかもしれませんが、平成8年に43万人だったうつ病の患者さんが平成20年には104万人になってるんです。わずか12年間に2.4 倍になってるんですよ。まあ、ここ数年はだいたい100万人前後で推移してるんですけども、まあ、人口があまり増えないので、それでも100万人ですからね。100人に1人、昔は25人に1人とか50人に1人とか言ったんです。あっという間に増えちゃったんですね。その原因というものがいろいろ議論されてるんです。まあやっぱり一つにはこのストレスが多い。
じゃあなぜこんなにストレスが多いのかということなんですけども、その一つの理由はですね、実はうつ病になりやすい人の認知パターンというのが知られているんです。認知パターンってちょっと言葉は難しいんですが、うつ病になりやすい人の考え方っていうのがあるんです。どういうものの考え方をしている人がうつ病になりやすいかというとですね、これは有名なアメリカの心理学者が10のうつ病になりやすいものの考え方っていうのを提案したんです。そのうちの一つが、何々しなければならないと思っている人っていうのがあるんです。まあ、英語で言えば must、 あるいは should ですね。何々しなければならない、こうでなければならないと思い込んでいる人は鬱になりやすいんです。なぜかというと、何事もこうでなければならないと思ってもその通りにならないですよね。自分がこうでなければならないとその通りになるということはほとんどないです。こうでなければならないと思っているのにならないとストレスを感じるんですよ。なんで思い通りにならないんだろう。会社っていうのはこういうもんじゃなきゃいけない、妻とはこうあらねばならない、夫とはこうあらねばならない、学校とはこうあらねばならない、国家とはこうあらねばならない、ね、こうあらねばならない、こうでなければならないと思えば思うほど人間は苦しくなってくるんです。そう思ってる方は今日いいこと聞きました、それやめてください。こうでなくてもいいということが必ずあるんです。で、何が言いたいかというと、このアベノミクスっていうか、その経済成長の、まあ経済成長の政策がいいとか悪いとかっていうことじゃなくて、成長しなければならないと思い込まされてるんですね。みんなそうなんです。成長しなければならない、成長しないと国家は繁栄しないんだ、豊かにならないんだ、幸せにならないんだ、そう思い込まされてるんです。だから今日お帰りになってテレビの番組とか見てください。成長という言葉がたくさん出てきますから。これは実はですね、私の勝手なちょっと邪推ですが、成長という言葉を繰り返し繰り返し使うことでによるサブリミナルコントロール、無意識の刷り込みだと思います。一度も成熟という言葉は出てきませんよ、ね、成熟という言葉は決して出てこない。成長という言葉が出てくる。もうこの国はね、おじいちゃんおばあちゃんなんですよ。年齢的にも違います、ね、超高齢化社会だって言ってるじゃないですか。おじいちゃんおばあちゃんに成長はいらない、ね、もう大きくなる必要はない。これ以上大きくなったら成人病がひどくなる、もう小さくなった方がいいぐらいです。逆に痩せなさいって言われるでしょ。年取って痩せなさい、ね、肉はいらないんだから、ね、でも中身ですよ、中身。成長成長成長っていう、このなければならない、成長しなければならないっていう刷り込みが日本人を苦しめてるんですよ。それは間違いないと思います。それがうつ病患者の増加に直接つながっていることか分かりませんが、でも僕は間接的な要因だと思ってます。日本人はなんか自分は割といろんなことを分かってるよみたいな顔してますが、実は簡単に洗脳されるんですね。戦争の時代がそうですから、簡単に洗脳されちゃって、もう我が国がこの東亜の大共栄圏を作り上げる神の国だみたいに、みんなそう思っちゃった。天皇陛下は万歳って言ってですね、簡単に刷り込まれるんです。成長という言葉の恐ろしさですね。それをぜひ覚えていただきたい。これがアベノミクスということへの期待の背景にある恐怖ですね。僕は成長ということを聞くと怖くなります。それは恐ろしくなる。成長しなきゃ成長しなきゃ、自転車みたいなもんです。だから走らないとこける、走らないとこける、ね、足をつけろよっていう感じ。走らんでいい、もう自転車降りて歩こうよ、杖をついてっていう、ね、そういう国ですから。いや、むしろ立ち止まってみんなで会話を楽しもう、走る必要はないと思うんですよね。それに対してアメノミクスは何かと、このアメはですね、天の雨です。レインの雨ではない、天の雨です。天国の天。アメノミクスは生活のこと、お金のことで思い悩むなというのがアメノミクスなんです。先ほど聖書を読みましたけどね、お金のことではもう思い悩む必要はないよ、成長だとかそんなことを考える必要はない、
アメノミクスにも三本の矢の政策があるんです。かなりこじつけですけど、神の国銀行の政策はですね、あなた方の天の父は野の鳥をさえ養ってくださるという、野の鳥でさえ薪も刈りも蓄えもしなくても幸せに飛んでるだろう、天の父は、天の国銀行はいるものは全部出してくれるんだよ、野の花でさえ、空の鳥でさえ、まして人間は神様にとって大切な存在なんだから、必要ならばいくらでも出せる能力があるんだと。2番目の矢は神の国政府でありまして、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知であると。私たちが生きていくために必要なものを神様はもうすでにご存知であると。だから必要なものは必要なだけ与えてくださるから、まさに機動的に動いてくださります。その時に必要なものはその時に与えられる、与えられないものはいらないんです。与え、今神様あれをください、これをください、与えられないのはいらないんです。いらない、与えられないという幸せ、これを理解していただきたいんです。なんかあることが幸せだと思ってるでしょ。それは間違いです。ないことが幸せなの。与えられないことがなんと幸せのことか、ね、無駄なものは神様与えてくださらないんです。わざわざそれはあげようと思えばいくらでも、1億だろうが10億だろうが100億だろうが、ね、必要なお金は神様与えてくださいますよ。でもないということはそれはいらないということなんです。いらないものまでこの神の国政府は支給しないんです、ね、3番目の矢は明日のことは明日自らが思い悩むという、これが神の国企業のですね、政策なんですね。投資なんかするなって言ってるんです。明日がないかもしれないのになぜ今日投資するの、なぜ明日のことを考えるの、今日亡くなるかもしれない、明日がないかもしれないのに、ああ明日どうしようか、明後日どうしようか、1週間どうしようか、1年後どうしようか、ね、このお金を増やしておかないとまた来年困るかもしれない、そんな必要全くないですね。明日がないのかもしれないんだから。これがまさにこの神の国アメノミクスのですね、三本の矢なんです。神様は私たちに必要なものを持っていらっしゃる、いくらでも出す準備があるということ、そして必要に応じて与え、必要に応じて与えないということ、そして私たちは今日を生きることが大切なんだ。明日まで、明日のことまで思い煩って、明日のことにの備えをする必要はないと言っているんですね。でももっと大切なことがあります。これはアメノミクスは成長ではなくて成熟しなさいと教えているということです。先ほど読んだ言葉をもう一度後半の方を読んでみるとですね、思い悩むな、それは皆異邦人がせずに求めているものだ、あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である、必要なことはご存知であると書いてある。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。神の国と神の義を求めなさい、これはじゃあどういうことでしょうか。神の国と神の義を求めなさい、神の国を富ませなさいと言ってるんですね。人の国を富ませる必要はない、人の国を富ませることを考えるんじゃなくて神の国を富ませることを考えなさい。じゃあどうすれば神の国を富ませることができるんでしょうか。それは愛の実践によって神の国は富んでいくんです。神の国というのは神を愛し人を愛するというのがこの神の国の憲法です、法則です、ルールです。自分のように人を愛しなさい、自分のように人を大切にしなさいというのがこれは神の国のルールなんです。自分のために蓄え、自分のためにといって人生を生きている間は幸せにはならない。いや人のために持っているものを使いなさい、人を、隣人を自分のと同じように大切にしなさい、そうするときに神の国が富んでいく。人の国を富ませるのはこの丸い円ですね、
円、お金の円ですが、神の国を富ませているのはもう一つの円です。こっちの因縁の円は仏教の言葉なんですが、ちょっと借用しております。はい、つまり人と人のつながりということですね。もうこれも本当に口を酸っぱくして言われていることなんですよね。人と人のつながりがなくなっていると、失われていると、だからいろんな問題が起こるってみんな言うんですけど、じゃあどうやったら人と人とのつながりを復活させるべきかという、どうやったら復活するのかということを言ってる人はだどこにもいないですよ。それは聖書だけです。聖書は人と人とのつながりは人の犠牲によって初めて生まれると教えてるんです。自分のことを考えていたら絶対人のつながりは生まれないよと。自分よりもまず他の人のことを考えるときに、誰かのことを考えるときに、その人のために何かをしてあげるときに、縁が生まれる、つながりが生まれる。その縁が神の国を富ませるんです。お金の縁は人の国を富ませますが、神の国のつながりの縁は神の国を富ませていく。それをまず求めなさいと言ってるんです。それがまさに成熟なんですね。それが成熟なんです。成熟をすればこれらのものは皆加えて与えられるとも書いてありますから、つまりこの天の父は皆さんが生きていくために必要なものは何かという方はもうご存知ですから。でも成熟を求めないと、この成長する方ばっかり求めたらですね、ますます私たちはストレスにやられますよ。うまくいかない、まあ右肩上がりの時はいいですよ。いつも右肩上がり、こんな右肩上がりでこんななって、時は下がりますからね。あのバブルが弾けたみたいに、ね、みんな肩こりになっちゃってね、こうなってますから、ずっと肩こってます。上がったり下がったりしても、そんなことにとらわれちゃいけない。そんなことに私たちが支配されてはいけない。それはそれです、ね、パウロは言ってます。私は富にある道も知っているし、貧しい道も知っている、豊かな生き方も知っているし、貧しい生き方も知っている。イエス・キリストは貧しい人は幸いだと言ったんですね。皆さん、雨の御靴、天の経済論に生きていただきたいと思うんです。成長は終わりました。これからは成熟である。私たちの国が本当にこの与えられた豊かさを自分たちの繁栄のために使うのではなくて、誰かのために、あるいはもっともっと貧しい国や困難な国がたくさんある、そういうことのためにこの使っていくような、そういう国になればなと私は心の中で願っています。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日は岡村さんの洗礼式をいたしました。どうぞ岡村さんのこれからの人生が本当によみがえられたイエス様と共に喜びと平安のうちに導かれてまいりますように。また今日は多くの岡村さんのご主人のお友達やご親戚の方にもこちらの教会に来ていただいて本当に感謝をいたします。どうぞお一人お一人のうちにも神様からの祝福を豊かにお注ぎください。どうかこの国がただただ成長を求めるのではなくて、本当にこの豊かさを用いて成熟していくことができるように、また私たちの中にも同じように今神様から与えられているこの豊かさを感謝し、また明日のことへの思い煩いを捨てて、本当に今神様が求めておられること、神の国と神の義をまず第一として歩んでいく人生をにと導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。